ティックトッカーのサメ。皆さんこんにちは、トミクです。今回ですね、仕入れのインスタライブで買ったものがございまして、それはね、もう皆さんサムネイルとタイトルでわかると思います。ヨシキリザメというサメを買ってきました。大きいやつを今回1匹やって、もう1匹は、ショート動画に使おうかなと思います。気づいてる方いると思うんですけど、ショート動画をメインの動画の前に、アップしてるんですけど、俺からしたらショート動画というものはメインの動画の前の前菜、オードブーみたいな感じでトミックというものを少し味わっていただき、メインディッシュを味わうという、ダブル効果になっております。よかったらショート動画の方もぜひ見てください。30秒から40秒ぐらいを今までやったネタとかそういうものがギュッて凝縮されたものをもう再度撮り直してショートのためにで編集してアップしてるので見応えはあると思いますので、ということでじゃあ選別していきましょう。使うサメをね、こっちの方がいい、大きいね。じゃあこっち使いましょう。これは、ショート動画で使いま、うわーすげえなー、これ世界で最も美しいサメとも言われてるんですよ。よくサメのゲームとかでちっちゃいサメとかだったらこういったねヨシキリザメというものが出るじゃないですか。ちなみに口はあ、ほら、でもやっぱ見て。牙を見てもらったらわかるんですけど、生き物を襲って食いますから。ヨシキリザメというサメです。すごいフォルムが綺麗で、サメといえばっていう形をしてるじゃないですか。うわぁ。シュモクザメとかとタイプ的には同じですね。シュモクザメの方がちょっと凶暴性はあるのかな？こいつの胃袋とかも切って、何を食ってるのかとかも、ちょっとね、見れたらなぁと思います。ヒレが、フカヒレになったりとか、肉は、かまぼこになるんですね。なんで、フカヒレと、かまぼこを作ろうと思います。今までいろんなサメ、ノコギリザメ、ドチザメ、シュモクザメ、ホシザメ、カスザメ、まあ何個かやってきたんですけど、本当になんかこう、ザ王道、ザ王道みたいなやつは、さばいたことなくて、まあ、せっかくなんでね、これをやっていくんですが、まあ珍しいですよね、市場とかで、このタイプのサメ売ってんの。サメっつっても、所詮は魚なんで、まずはちょっと、腹の内臓をちょっと見ていきましょう。ああ、こんなもんっすね。アンモニア臭い感じは、ほぼほぼないですね。で、結構ね、肝がでかいっていうのが、サメ類の特徴。うわ、待って。え、なんか入ってんやん。胃袋に。ギョエー。言うて、肉食のサメなんで、そりゃなんか入ってますわ、胃袋にな。魚の身だけど、何かはわかりません。マジで全部溶けきってんな、魚。なんだろう、これ。小魚。いや、もう完全に小魚も、小魚も入って、なんだこれ。噛んでんね。噛み砕いてるね、これ。わかる？人じゃん。完全に。丸ごと、丸飲みしないタイプのじゃん。サメって。ジョーズとかさ、ディープブルーだってさ、あれじゃないですか。キャー！ジョーズって言って、あー、ぐしゃぐしゃぐしゃ、あーりーってこう、食べられてるじゃないですか。多分その感じで魚も食われてるんだと思います。で、頭を、ババッと落としてます。意外とね、サメってこう見えて、骨がかなり柔らかいんで、ほら、こう、すごい柔らかく切れる。意外とズバーっといっちゃうんですよね。うわぁ！包丁はやばいって。頭と内臓をとりあえずは取ったので、こういうヒレとか取っちゃいます。ヒレね。これちょっと湯がくだけで、皮がピリピリって取れるらしいので。なんでフカヒレって高級なんだろうね。ほら、サメ自体って結構値段が安いんですよ。なんですけど、無駄になんか、サメの、なんかヒレって高くないですか。ほら、もう、ここまで来たら、中に見えない。そう。スーパーで売ってるタイプの魚だね。サメって結構ね、柔らかいんで、ぶっちゃけね、大名おろしでも全然、大名おろしはちょっと嘘だけど、まあでもそれぐらい結構さばきやすくはなっているんじゃないんでしょうか。
そう。やっぱね、そうなんですよ。サメってさばきやすい、3枚に身自体がね、結構柔らかいんで、ほら、俺ね、あんまり知らないんだけど、サメってここの骨がね、あんまりないんですよね。こうスンスンさばける。だからその魚さばき初心者の人は、最初はね、サメおすすめします。この腹骨のこの薄皮がものすごく邪魔なので、こいつを切っちゃいます。よりなんだろう、かまぼこにした時になんか変な口当たりにならないらしいんですよ。ならないらしいというか、まあ俺の経験上ね。皮を引くわけなんですが、まあ皮引きに関してはあれですね、その他の魚より簡単です。あのサメ肌自体がすごく分厚いので、多分さばやりやすいと思います。かまぼこにしやすいようにちょっと小分けにします。身が綺麗ですよね。刺身で食べられるかな、そこはちょっと気になるところでもあるんですよね。これがね、1尾分のヨシキリザメになります。とりあえずね、じゃああれをかまぼこに調理して加工したいと思います。今回かまぼこはこの2つの身を使います。結構ね、ネチョネチョしてるんですよ。いや、悪い意味とかじゃなくて、あ、でもちょっと匂うな。これを、まずは包丁で、叩きます。ミンチ機を使いたいところなんですが、あれは掃除がすごい大変だし、かまぼこには向いてないんですよ。はい。なので使いません。前回ミンチ機使ったんですよ。かまぼこ作るとき。で、なんかね、つみれになっちゃったんで、もうミンチ機は、使いません。で、ボウルに入れたら、今度は水を入れます。で、こうやって水で含ませて、こういう余分な血とか、骨とか、まあ、ないんですけど、骨とか、鱗とか。かまぼこって、基本的にサメじゃなくて、主に、タラとか、刺身で食べるのにはちょっと抵抗があるようなタイプの魚って、もう基本的にはもう、かまぼこになるんですね。ある程度水にさらしたら、この水を捨てて、ネットとかで水を切ります。マジで水切るのめちゃめちゃ大事です。ミキサーに入れて回します。これすごいね、粘り気出るんですよ。ロッ、もうずっとこうやってるだけで粘り気出てくるんで、これぐらいの粘り気が出てこそかまぼこですから。まあ本当はそのかまぼこの板とかに乗せて蒸すんですけど、まあちょっと板っぽい板がないので、ちょっとね、そこは諦めて、そうだな、どうしようか。あん肝みたいになっちゃったけど、こんな感じで、これで火をつける。はい、じゃあね、蒸してる間にフカヒレの方やっちゃいましょう。フカヒレは基本的に湯通ししちゃえば皮取れるので、入れちゃいます。もうすでにちょっと皮がむけてるでしょ。スルスルっと、ほら、フカヒレがむけますよと。できました。うひょー、今回うまくいったよ。プルプルのかまぼこです。プルプルのかまぼこ、ほら、うわー、ついに成功したわ。いただきます。ザ自家製のかまぼこって感じ。かまぼこなんだけど水分がちょっと足りないかなって思ってます。塩入れすぎたかな。こんな感じでいただきます。まあ、なんかフカヒレスープもいいんですけど、フカヒレスープだとちょっとまた時間もかかってしまうので、生きてる魚介控えてるんですよ。あれが死なれたら結構困るんで、はい、フカヒレはちょっと焼いて食べさせていただきました。いや、でも本当にフカヒレもうまいわ。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。